こんにちは、耳鼻科専門鍼灸師のガク先生です。今日の動画はですね、ちょっといつもと風景が違うんですが、今日は自律神経を整えてなおかつ美肌にまでなってしまうめちゃめちゃいい食べ物を3つご紹介していこうかなと思います。やはりですね、自律神経乱れている方多いと思います。いろいろね、整体やったりとかセルフケアやってもなかなか改善しない人いると思います。結構ね、そういう人は食べ物非常に大事になってきます。今日はその自律神経を良くするかつ美肌になるためのための3つをご紹介していきますので、気になる方はぜひご覧ください。それでは行きましょう。それではですね、自律神経を良くしつつかつ美肌にいいものというのはですね、どんな食べ物なのかというと、種類としてはやはりですね、腸内環境を良くしていく食べ物になってきます。腸内環境めちゃめちゃ大事ですね。腸っていうのは第二の脳っていう風に言われてますし、そもそも腸も含めて内臓っていうのは自律神経でもって動いています。もっと言うと副交感神経、迷走神経で動いています。なので腸内環境を整えていくっていうことはですね、そのままやはり自律神経の調整にもつながりますし、あとはやっぱり腸の綺麗な人っていうのは間違いなく肌も綺麗なんですね。僕もですね、よく肌綺麗ですねって言っていただけることがかなり多いんですが、やはりですね、腸内環境を普段からかなり気をつけて食事をとっております。今日はね、そんな中で腸内環境を良くしてかつ美肌になれるものをですね、3つご紹介していきます。で、今日はね、3つの紹介なんですが、4つ食材用意してます。まずはですね、このヨーグルトですね、あと納豆とアボカドですね、あとはなめこ、まあキノコ類っていうことでなめこ用意してます。これはですね、なぜ4つ用意したかっていうと、この4つの中で間違いが1つあるんですね。実は皆さん腸内にいいだろうと思って取ってるけども、実は結構悪いよっていうものが1つ存在します。まずね、それから紹介していこうかなと思うんですが、このね、なめことかはね、まあ、キノコ類なんで水溶性食物繊維が含まれていてめちゃくちゃいいです。あとはね、このアボカドも食べる美容液なんて言われてるぐらい、よくね、森のミルクは聞いたことあると思うんですけど、食べる美容液と言われてるんですね。それぐらいものすごく美容にはいいですし、腸内環境にもものすごくいいです。で、納豆も言わずもがな、皆さんご存知の通り腸内環境にすごくいいです。このヨーグルトなんですね、くせ者は。これもね、スーパー行って買ってきたんですけど、スーパー行くとヨーグルト売り場がもうずらーっと半端じゃないじゃないですか。いろんなヨーグルトがあったりとか、それこそオイコスっていうタンパク質のね、豊富なものが置いてあったりとかしますが、このね、ヨーグルト、僕はですね、おすすめしていないんですね。なんでかっていうとですね、これはやはり日本人っていうのは約8割は乳糖不耐症なんじゃないかっていうふうに言われているんです。乳糖不耐症ってどういうことかっていうと、牛乳とかそういったね、乳糖を摂取してしまうと、それを消化しきれずに腸内の中で炎症が起きてしまうよっていうことを言っています。つまりこのヨーグルト、よくね、ビフィズス菌入ってますよとか、なんとか菌入ってますよとか、いろんなものが発売されていますが、そういったものを取ること自体はすごくいいことなんです。ビフィズス菌とかね、そういったものはすごくいいことなんですが、それよりも乳糖を取ってしまうと炎症を引き起こしてしまうので、せっかくいいものを取って もう意味ないんじゃないかなっていうふうに僕は思ってますので、今日はそれを皆さんにお伝えすべくあえてこのヨーグルトをちょっと買ってきました。なので正直僕はヨーグルトを食べて、私腸内環境をすごく意識してます、毎日ヨーグルト食べてますっていうのはちょっと正直違うんじゃないかなとは思います。朝ごはんにね、非常に食べやすいですし、味としても美味しいから大好きっていう人もいると思うんですが、それはそれでいいと思います。味を楽しむとか朝食代わりとしてはいいと思うんですが、腸内環境を考えていく、なおかつ自分自身の自律神経を整えて、何かのご病気とか症状とかそういったものを改善していきたいんだっていうふうに思うのであれば、やはり悪くなるリスクっていうものは避けた方がいいなっていうふうには考えてますので、このヨーグルトはね、もし今取り続けているよっていう方がいたらですね、もしかしたらこれをやめるだけで体調が変わる可能性が非常に高いです。なのでこのヨーグルトはぜひやめてほしいなと思って今日はラインナップに入れています。で、この他の3つ、なめことか納豆とかこのアボカドっていうのはですね、非常にこの水溶性食物繊維とかがですね、多くてですね、めちゃくちゃ腸内にいいです。で、特にこのアボカドっていうのは僕はね、毎日食べてます。毎日食べてね、よくね、アボカドって結構ハイカロリーなので大丈夫なのかなっていうふうに思う方いると思うんですが、全然大丈夫です。
やっぱ良質の油っていうのは太りにくいんですね。もちろんカロリーとして過剰摂取してしまうと太ってしまうんですが、それよりもやっぱり健康のためにはですね、栄養が十分に行き届いた状態っていうのを作るっていうのは最低限必要なことになってきますので、このアボカドをね、毎日一つ取っていただくというのがいいんじゃないかなと思います。ここでね、ちょっとアボカドなんですけど、皆さん買うときってどうやって選びますかね、スーパーで。結構僕も昔そうだったんですけど、ブニュブニュ押したりすること多いじゃないですか。で、お店のね、売り場とかにも押さないでくださいって書いてあるのが結構多かったりするんですけど、じゃあどうやって見分けるのかってね、僕なんか最近調べて初めて知って、その方法を使ってからはブニュブニュ押してないんですけど、このね、ヘタみたいなところが凹んでると熟してるっていうふうに言われてるんですね。中がね、成熟してくると、ピューとなんか中身が小さくなるみたいなんですよ。で、それに伴ってこのヘタのところがちょっと凹んでくると。なので、ブニュブニュ押すんじゃなくて、このヘタのところがへこんでるところ、茎かな、茎のところがへこんでるところを選んでいただくと、かなり精度高くアボカドが選べるんじゃないかなと思います。僕ね、これ2個入り買ったんですけど、一つはちょっとへこんでて、一つはそんなにへこんでないものなんですね。実際にもう買ったもんなんで、ちょっと押してみると、やっぱりへこんでない方はちょっと硬くて、でへこんでる方はやっぱりいい感じの硬さになってます。これをね、しっかりとこの毎日取っていただくっていうのが結構いいんじゃないかなと僕は思ってます。やっぱりめちゃくちゃいい感じの色になってます。で、このアボカドね、僕の食べ方を一つちょっと紹介していこうかなと思うんですが、まずね、半分にこう剥いてね、中身をこうスプーンで繰り出すのはね、まあ普通だと思います。味付けがね、結構ね、こう毎日食べるもんなんで、もうめんどくさいので、僕はね、繰り出したらこのごま油をね、ぐるっと一周ぐらいかけるんですね。そうすると、このアボカドのね、独特の青みとかなんか臭みとかみたいなものが一気になくなります。で、それで味気が足りない人はそこに塩をちょっと振ったりとかっていう形で食べるとめちゃくちゃ美味しいんですね、このアボカド。で、この食べるタイミングなんですけど、まあ、強いて言えば、ダイエットとか気にしている方だったら、夜よりかは朝取った方がいいです。やっぱ夜カロリーを高くしてしまうと、寝てる間にですね、貯蓄の方に回ってしまうので、つまり脂肪ですよね、回ってしまうので、どっちかといえば朝ですね、朝の方に食べていただければ、取ったカロリーっていうのは日中必ず消費されていきますので、朝に食べていただくっていうのがダイエット気にしている方だったらいいんじゃないかなと思います。で、これはですね、今言った納豆とかキノコ類とかアボカドとかをこう毎日摂取していただくとですね、だいたい2週間ぐらいでも変化がわかります。お通じの様子変わったりとか、体調の変化変わったりとか、もう肌の質感変わってきたりとか、もうたった2週間で変わってくるので、ぜひね、やってみていただければなと思います。このね、アボカドは本当にめちゃくちゃおすすめです。今ね、ちょっとスーパーで高いんですけど、1個200円ぐらいしちゃうんですけど、それでも健康と天秤にかけたら、変なサプリ飲むんだったら、もう全然アボカドの方が効果的かなと思ってますので、ぜひね、これを見て、スーパーからね、アボカドが消えるかもしれないので、早めに買いに行ってください。今日はですね、自律神経調整しつつ美肌になる食べ物3選というところで、アボカドと納豆、そしてキノコ類ですね、これを紹介してきました。で、一番大事なのは、ヨーグルトは実はダメなんですよっていうことをお伝えさせていただきました。少しでも役に立ったよっていう方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。